倉敷川は倉敷市の倉敷美観地区から岡山市南区の小島湖に流れる二級河川。倉敷美観地区一帯は川沿いの柳並木と町並みで有名である。かつて倉敷は高橋川川口の干潟に面した港町であったが、江戸時代から周辺の神殿開発により内陸の町になっていった。やがて神殿開発により埋め立てられた干潟のわずかな残りの部分が 入江となり、海の潮の看板に合わせて、船が行き来する運河として機能し始めたのが、倉敷川の始まりと言われている。潮入川、船入川、または前上川とも呼ばれ、昭和30年代初めまで船による物資輸送が盛んに行われ、荷物を積み下ろす船溜りが、美観地区より下流の入船橋付近にあった。 しかし1959年小島湾締切堤防が作られ、倉敷川は運河としての機能が失われ、一時期市民の生活から離れた存在になった。また、川西町を通る倉敷用水を結んでいた新川が埋め立てられたことも追い打ちになり、源流を持たない塩入川であったため水質も悪化していった。船だまりのあった入船橋付近その後、 高度成長期の観光ブームが天気になり、再び脚光を浴びることになる。1968年、倉敷市による美観地区の整備に伴って一帯の川底の春節が行われるようになり、近年になって中央一丁目から藤戸地区までの沿岸の公園下にも着手、船溜まり跡に藤棚やベンチなどが置かれ、浸水公園となった。新田から粒浦一体は、 市民グループによる桜を中心とした植樹が進み、付近の住民の散歩コースになるなど、市民の憩いの場となっている。また、か山付近の下半では、県内唯一の水青い自生地であることから、住民らによって種まきが行われるなど自然環境を回復しようとする動きも活発になっている。倉敷市つ部港付近には、大口バスが多数生息しており、 5 0センチメートルから6 0センチメートルの大型の個体も確認されている。釣り人の間でも定番のポイントとして知られており、最盛期には朝から夕方まで多くの釣り人たちで賑わうが、電線にかかったまま放置されたルアーや捨てられたゴミなどの多さが水質悪化に追い打ちをかけているとの近隣住民のクレームも多い。1889年に、 倉敷宝石倉敷本社工場が開業し、工場への減免の運び込みに使用されていた。和山、小瀬戸付近。ありがとうございます。